今日のスポーツ天気をお伝えします。今日のスポーツはサッカーです。サッカーとは何か見ていきましょう。サッカーのルール、プレーする選手は11人です。試合時間は前半45分、後半45分、アディショナルタイムで行われます。交代は基本3人まで。1試合2枚のイエローカード、反則、そしてレッドカード、退場となります。オフサイドのルールに関しては複雑ですので今はやめておきましょう。それでは今日の東京のお天気見ていきましょう。今日は強い日差しが照りつけて東京33度予想となっています。にわか雨はなさそうです。33度予想ということで今日の暑さ指数見ていきましょう。さあ今日もですね、広い範囲で厳重警戒となっておりますね。一部では危険レベルとなるところもありそうです。水分や塩分補給はしっかりと行ってお過ごしください。そして、こちらアプリウェザーニュース内ではスポーツ天気チャンネルをご用意しております。全国500カ所の競技場のピンポイント天気を見ることができますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。この夏もスポーツを楽しみましょう。